どうも。今日はね、ハテナの新兵器紹介っていうことを持ってますけども、これもともとハテナが使ってるのはインド I200 なんだけど、1個前ですね。これは何ですか？ G700。 はい、7番。はい、7番アイアン単品買いしました。はい、どっちも7番ね、うん。これ何がすごいんですか？これこれとこれの違いは何ですか？飛び系、飛び系、うん、ロフトが立ってると。かの有名な町は亀谷匠くんが、はい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 、はい、知ってますか？なんか名前はちょっと聞いたことあるけどそれを使ってるのかな。アマチュアで初めて 4人目で優勝した人、あー、はい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 、が最後の優勝を決めるイーグルパットのに繋がる、そう、最後ちょっと打ったのがこれ、これの5番、5番、うん、5番、そりゃそうでしょ、すごい立ってるねを5番を2つ入れてるんで、あ、ノーマル5番アイアンと、そうそうそう、この5番アイアン、まあ、ハテナもそうだよね。これが7番を2つ入れてる、うん、これは何の代わりに入れてるの？5番の代わり、5番アイアンの代わり、ロフト的には 5.5 番ぐらいだけど、うん、やっぱゴム安心感とかか、長さ、シャフトの長さ、シャフトの長さは飛び系のやつと共通だから6番ぐらい、6番アイアンか、なるほどね。シャフトは何ですか？これ俺何も書いてない。ダイナミックゴールド、ダイナミックゴールド、うん、あんまシール貼ってないんだ、なんか、うん、なんかおしゃれにして。で、普通のノーマルの7番アイアンもダイナミックゴールド、そう、ね、うん、そうなんだ。こう長さも、あの、長さがちょっと長いね。これ見た目は上から見たらあんま変わんないでしょ。ちょっと大きいかなぐらい、うん、難しそうな雰囲気はないでしょ。まあ、長いね、うん、これどのぐらい飛距離違うのかちょっとあらずに、うん、まず私からですかもちろん、ちょっとじゃあ行ってみます、はい、DG 触れるか分かんないけど、触れるよ、おかしくてだじゃん。エゾゴル、まずはノーマル、じゃあノーマル7番で、うん、アイに立つから。じゃあ、これちょっと弾道と着弾点でちょっと比べていく感じだね。はい、あ、重たいけどね、うん、まあこの辺、あの右の旗ぐらい、150弱かな、うん、重たいね、久しぶりに振ると。いい、うん、打てる、あのね、ちょうど旗のとこに行ってる。130ヤードぐらい、いや、もうちょっと行ってんじゃないかな、いいと思う、うん、ここ打てる、あ、ちょっとペラッと、まあこんなもんだな、うん、はい、うん、ちょっと手前だけど、40ぐらいいってるから。じゃあ次行ってみます。はい、 G700 飛ぶんですか、飛ばしてやっぱね、こう構える感じ、やっぱ立ってる感じある、ある、うん、ある、ある。でもブースがちょっとあったりとか、うん、うん、難しそうに、長さかな、やっぱり、うん、ちょっとね、長さだと難しい感じになる。いきます、上がった球、結構、え、お、超えてったわ、球上がる、うん、しかも、あの、旗超えた、上がる、上がるし、え、別にそんな難しい感じない、ちょっとね、ちょっとペラッと、これはさすがに、うわ、ちょっと左にしか、ちょっと引っかかった
うん、強い。あ、超えてった。やっぱ高さ出るでしょ、結構普通に。うん。なんか鳩山の前使ってる金って言ってるの。うん。なんで俺のこれ。そう。金って言ってる。お、言った言った。もうさ、もうさってダメすんじゃねえの。これはいいよ。どう釣った感じ？釣った感じはやっぱりちょっと長い感じはあるけど。うん。でもね、全然こう難しそうな感じとか。うん、ないしょ。うん。うんうんうん。行ってる行ってる。これスピンとか測れないけど、すごいね。私であの高さ出ると十分でしょ。ね。うん、だって5番に入り、どうせ5番やぐらい。で、6番の代わり、あ、5番の代わりに入れるとしたら、うん、あの高さ5番に出るかっつったらな。出な。出ないの。すごいかもしれない。売ろうか。2枚目。そのまま売ってくれんです。優しいですね。これはすごい。ちょっと鳩山打ってみて、はい、じゃあ鳩山ノーマル7番からね、うん、いつもどれぐらい飛ばすんですか。150かな。150どうですか。うん、ちょっと曲がっちゃったけど、うん、いいね。140、この旗は余裕で超えてってるよ。やっぱ残りぐらい。うん、キャリーで150ぐらいいってるかなっていう。うん、いい球だ。うん、いいね。ちょうど150に行くんじゃないか、打ち上げなければ。球？球高い。高い、いい球だよ。高い。ちょっとスラったかな。うん、まあでもキャリーで150弱ぐらいは、ちょっと打ち上げだから分かんないけど、150いってか。じゃあ G700 いってみますか。ちなみにね、間違えないように言うか。え？間違えないように。ああ、なるほどね。後ろから見たら同じ7だからね。白グリップがストロングロフトと。間違えた。違いしょ。飛びすぎるね。うわー、やっぱ違う。うん、160ぐらいいってるかもね。この辺にキャリーしたから150の奥までいってるね。わー、いい、強い球だ。めっちゃ球上がるね。あ、ブレッジブレッジちゃったけど、多分、うん、150以上はキャリーです。そう、160ぐらい。いや、球が高い。すごいよ、すごいよ。こんな球上がんの？だってロフト立ってんのに球上がんでしょ。うん、いや、むしろね、上がってるように見える。まあ、こっちの方もさ、飛び出たらスピード上がるからさ、打ち出し角度、重心が低いからかな。ドーンっていう感じがするわ。あー、高いよ、すごい。160ぐらいキャリーでいってそう。すごいね、最近のクラブすごいね。
マジでこれはすごい一本買いする理由が分かるわ。ああ、いいわ。皆さんおすすめですね。おすすめだね。おー、やった、超たま高いよ。飛んでる。これね、アダスのピッチングぐらい球刺したすごい。俺が買うの。いや、でも俺はほらゼロスにしなきゃいけないから。最初からゼロス入ってるから。あ、そう、大体打ってるから。あ、そうなんだ。あ、飛び系だから。飛び系はそうだよね、優しい。5番とかも持ってるんだけど全部あれでゼロス、俺もゼロス抜いてこれ一緒に変えたんだ。シャフトだけ買ったの。シャフト、シャフトだけ。おお、金かかってる。でもこれいくらだっけ。1万円しなかったよ。ヘッド、うん、ヘッドっていうかそのゼロスで、ああ、まあ、うん、1万円ぐらい、1本買いで1万円ぐらいで買えたの、うん、これすごい。これ UTT1 万2万とか本だったらさ、うん、これ1本買った方がいいかもしれない。だってこれの5番もどうかなと思うんだけど、5番になるとだって長さも長くなるからね、うん、そうなると多分ウッドの長さぐらいになってくる。ウッドでティーショット取った時にさ、ワンクじゃん。巻いたりするね。5番ってもしかしたらワンチャンまたない可能性がある。バイアンっていうだけで、うん、なんか感じが変わるしね。これね、クリスタルインで。これね、あの5番アイアンの代わりに UT 入れるとか、アダソ、今それやってるけど、うん、最近のこの飛び系の7番の性能すごいかな。7番1本買いがね、新しいタッピーが、はい、タッピーが流行り来るかもしれない、これ、うん、ちょっと皆さんも飛び系7番いろんなところで試打できますから、ぜひやってみてください。はい、それではどうもありがとうございました。